こんにちはとです。今日のテーマははるさんゲーム界でプレイしたセレンゲティの紹介です。 はい、それでは、ハルさんゲーム界の3作目ですね。セレンゲティというゲームを紹介したいと思います。このゲーム、書かれてる通りですね。セリがメインのゲームっていうことで、セリゲーなんすけどって、小矢沢さんがインスト始めたんだけど、ま、ハルさんも、え セリゲーですかみたいな感じで。で、私も、ちょっとこう、顔が曇るみたいな感じがあって、テンションは下がり気味だったんですけど、矢沢さんも、分かって、ね、我々があんまり好きじゃないよっていうのを、分かっていて持ってきてるので、これ何かあるんだろうっていう感じで、インストを聞きました。矢沢さんもね、いや、あの、一見普通のセリゲーなんですけど、みたいなね、感じで、いぶかしげな我々を察知した説明が始まりました。 一旦 BGG 行きましょうか。BGG ですけど、3から6人で4人ベスト、25分から30分、8歳以上でウェイト1.66、レーティングは6.2ということで、そんなに高いわけではない感じ。 ですかね。これ、なんかドンっていうゲームがオリジナルみたいなんで、マーケットはそのドン版が結構出てる感じではありますね。まあ、これが BGG。日本語のサマリーがギークに上がっているので、じゃあそのサマリーをもとに説明をしていきたいと思います。 思いますで。ちょっと画面切り替えます。セレンゲティという,うゲームで、えー、最も価値のある民芸彫刻のコレクションを手に入れることです。セリゲーなんで、まあ、要はセリでセット獲得したカードを自分の手元に置いてって、最終的にはそれがセットコレクションになるっていう感じになっておりまして、各プレイヤーには10金ずつあって、カードの構成がですね、こんな感じ。赤、青、緑、紫、茶、灰色と、六、スーと、 あって、ランクが0から9まであるんですけど、すべてカードがそれぞれのカードことあるわけじゃなくて、これ数字がバラバラですね。12345のやつもあれば、06789みたいなのもあって、まあ、それぞれバラバラと。ただね、これこうなってるよっていうのは、僕も今説明するまでは知らんかったですけどね。そうだったんだ、みたいなね。 感じではあるんですけど、ゲームの流れなんですけども、山札からですね、こう1枚2枚3枚、1枚2枚3枚って感じで、競りに出していきます。そいつを順番にスタプレから入札していって、最高値つけた人が競り落とすの。至ってシンプルなルールで、ここはあとあれですね、入札しない人は2チップ入手なんで、まあ、降りたら2金もらうことはできます。その入札制限っていうのは置いといて、で、落札したら、落札者は入札額を支払い、カードを入 とで、自分の前に置きますせ、せと。支払い先っていうのがあって、落札した人がそれを誰に払うのっていうことなんだけども、ちょっとこれも後で説明。で、落札者が次のプレイヤーになって、山札がなくなったらゲーム終了。で、15ラウンドやって終わりと。それぞれのセットコレクションなんで、5枚同じ色揃えると15点。最もお金を使わなかった人が3点。さっきのバリエーションを見ると、こんな感じになってるから、まあ何か得意な色を決めて、それを集めていくっていうのが、まあいいんだろう なとは思いますけどもバラバラで5枚取っても5点だけど同じ色取れば15点ですからねまあ、ここを狙っていくんでしょうというところがまずポイントにはなると。で、さっき説明しなかったのが2つあってまあ、矢沢さんも初めそこは説明しなかったんですけどこれ入札制限支払先ここが非常に重要なゲームなんでここについて説明していくんですけどもこれ入札制限なんやねんってことなんですけど獲得したカードに書かれている数字は入札できませんなんのこっちゃなんですけど 入札できないってどういうことみたいなね。これちょっとね、これこの後詳しく説明しましたけど、取ったカードを場に置いていくんだけども、その場に置くことによって、例えば4のカードを取りましたって言って4のカードを場に置いていると、その競りの時に4という数字が言えないということですね。で、これ1の位のみなんで、その後5、6、7、8、9って上がって、 たとしても、次には14は言えないってことですよね。1の位だけしか影響ないので。で最後、お金を払うときに、まあ、要は自分の前に置いてあると入札制限があるんだけども、いいこともあって。 で、落札額の1の位と同じ数字のカードを持つ他プレイヤーに支払う。つまり、私が4のカードを場に出していた場合は、私自身は4っていう数字は言えないんだけど、例えば私は3までしか、まあ3の次は5に言わなあかんから、まあ3って言ったとして、まあ、誰かが4って言って、でそれで全部そのまま競りが流れたら、その落とした人は4金払うんだけども、4金誰に払うのって言ったら私にもらうと。 一の位と合致する人にその落札した金額を払いますよ。で、複数いたらその人同士で均等だし、いなかったら全員に均等に払うと。まあいうのが全てのルールと。まあ、これが実際どうなんだっていうのをちょっとやってみたいと思うんですけど、プレイの実際をやってみたいと思います。そのラウンドで出るカードっていうのは1枚、2枚、3枚、1枚、2枚、3枚なんで、まず1枚出るわけですわ。まあなんか、例えばこれがピューと出るわけです。 で、まあ、はじめ、例えば5でした。これパーンと、これを出したとして、これが競りに出ます。わかんないけど、例えば矢沢さんが、4金で、3金でまあ競り落としたとすると、矢沢さんのところにこのカードが来て、まあ、3金払いましたと。3金払うけども、この3金で競り落としたとしても、3って誰も出してないから、みんなに均等に払います。だから1金、1金、残りは銀行。だから、矢沢さんは、これで7金になる。 あるさんと私は変わんない。けど、例えば、まあ私が仮に降りてたとすると、まあ12金みたいな。こんな感じでしょうか。で、まず私が降りて12金になっていて、支払いで1金ずつあるから、こんな感じですかね。で、今度また矢沢さんが手番になるので、で、矢沢さんが山から2枚めくったら、まあ例えばこんな感じだったと、まあ、しましょうか。 今度は矢沢さんがまた4で落札しました。6金で落札したとかすると矢沢さんがこんな感じで入って6金で落札したとすると矢沢さんはこれで1金になる。今度は春さんが降りてたとするとこうなって、それで矢沢さんが6金って言って均等に払うからこんな感じでこうなりましたと。 今度は、また矢沢さんで、3枚競りに出します。三3枚競りに出したら、今度は、これと、これと、こうでした。三3枚競りに出して、矢沢さんは言えない、春さんが、今度は、8金になったぐらいにしましょうか。春さん、8金になって、春さんが、競り落とすと。ここで春さん勝ちですとで。春さんが、例えばこの3つ競り落としたと。競り落としたら、春さんがこうなって、 で、8金払って、これが7になって、で、矢沢さんが降りて3になって、こんな感じですかね。で、8金だから、4金4金入るんでね。だから、これで7になって、で、これで19で。こんな感じ。で、こうなる。で、また1に戻ります。で、また1に戻るんですよね。一1に戻って、例えば、3とかが、こうなんで、か。2にしましょうか。 2とかが出るんだけど、これさすがに私も買わなあかんなみたいなところはあるんですけど、これ春さんが、春さんが3って言うんですよ。で、春さん3って言うと、矢沢さんが4言えないから、5も言えない。で、6言うかっていうと、1枚じゃ6は言わんなで、まあ、パスするわけですよね、これ。私がこれどうしても手に入れようと思ったら4以上言わないといけない。3ねーみたいな感じに。 ま、なるんですよ、これが。でも、買っとかないといかんしなみたいなところじゃないですか。でも、4は言えんだろうじゃあ、もう、で、また、春さんがこれ落とすわけで3で。で、春さんが3で落として、春さんが4になって、で、矢沢さんがまた降りて、9になって、これがベースで3だから11です。こんな感じですかね。まあ、こんな感じになったと。春さんがまたこれを取りました。で、2枚ですよ、また。 もうなんかわかんないけど、2枚来た。こんな感じで2枚来た。2枚来て、今度はね、春さんがまあ、頑張って4とかって言って、で矢沢さん、あ、春さんは3とかって言って、矢沢さんはね、6って。 っていう、確か言ったんかな。で、私が、くーこんな7で買うんか、言おうと思ったら、でも何もないからさすがに取らなあかんなーって、なんか泣く泣く7とかって言って、で、春さんパス、矢沢さんパスで、私がこれ7で、なんか買わされたんですよ、こう。これね、2枚に7ですよ。で、7払ったら、これが13になるでしょ ?7 払う。で、これが7だから、これが矢沢さんにまんま行くんですよ、7だから。こんな感じで。 で、これ、だんだん今度やっていくとわかるんだけど、まあ、もうちょっとやってみますか。で、今度、矢沢さん、あ、私勝ったから、また私行くんだけど、そうなんやね。なんかね、0と8と、こんな,のかなで、こんなのが出て、こんな感じなんだけど、やっぱね、矢沢さん強いんですよ、これ。だって、カードは多いわ、お金多いわでしょあとね、やっぱりこの4、5、7あたりの、この美味しいところ、 押さえてるんですよ。このね、中間のいいところを持ってると、これなかなかね、負けないんですよね。で、これも、確か矢沢さんが、8ぐらいで勝ったんかな ?8 って言われると、私これ9言えないから10になるしね。10って言ったら春さんに入るしね。これ8って言われるともう降りるしかねえよ、みたいな感じで、これも矢沢さんに取られたんですよね、これ。こんな感じで矢沢さんにどんどんどん,どんカードがいい。 で,で、この物量の差でね、矢沢さんが圧勝したっていう、そんな展開でしたね。最後はね、確かね、競りはやっぱり高騰していくんだけど、21とかって春さんに言われて、そんな金あるわけないやろ、みたいなんで、春さんがもう全力投球してね、春さんが最後揃うの、私がね、なんか結構揃うのを阻止されて、で、矢沢さんがそのまま逃げ切りみたいな、そういったゲーム。 でしたね、一応ここまでやれば大体ゲームのイメージは分かってもらえるかなと思うんですけど、これがね、意外と意外とというかなかなか面白いですよ。 この、ど、どのあたりを、もちろんそのセットコレクションとしての、あの戦略っていうのもあるんだけども、この横の数字をこう、いい感じで押さえて、極端な話、3、4、5、6、7、8って持ってたら、9以下だったら、例えば1とか2だったら自分が言ったら、3、4、5、6、7、8だったら黙ってて、見てるだけでお金がザクザク入ってきますからね。そういう体制を構築するっていうのも重要ですね。そうすると、お金がどんどん入ってくるから、ね、黙っててもお金が総取りで来るし、お金がみんな来たら、 それで。 じゃあ、Q とかって言ってもいいから、それで自分の勢力範囲を広げることができるんでね。なので、これはもう、そういう単純なセリゲーっていうか、なんかあの、キャットインザボックスで、この数字はもう言えないっていう、あの、マーキングしていくのがありましたけど、あれをもう、こう、彷彿とするような、不思議なテイストのゲームでしたね、これ。だから、セリゲーがあまり得意じゃない私でも楽しめる。ま、短時間でできますしね。あの、いいゲームじゃないかなと。あの、このゲームね、インストするときだけど、やっぱりあのー、 ルール通りの説明はいかんやろうね、はじめこうする目的をね、まあ言って、こういう準備するんですよって言って、ラウンドがこうなんです、で、競りするんですよって。 で、これいいけど、入札制限がねって言っても、ははってなると思うんですよね、これ。入札制限ってなんやねんってなるから。それに、この支払い先も、落札額1の位の数字の人に払いますからって言っても、絶対これははになるんで、まずは普通の正義ゲームとしての説明を一通りした上で、この入札制限と支払い先の説明をするのはいいと思うので、まあ、今回矢沢さんそういうスタイルで、あの、インストされてたんですけども、ではもう絶対その通りの説明がいいと思います。基本はね、マニュアル通りに説明した 方がいいい場面って多いんですけどこれはあのマニュアル通りに説明しちゃ面白くないっていうか盛り上がらないっていうかマニュアルを崩して説明するのがあの良いゲームの典型的な例かもしれないですね非常に楽しめましたこれが、えー、セレンゲティというゲームでしたえーアトクチャンネルでは、えー、ゲームの紹介からプレイ動画の方を主に扱ってますもしこの動画がですね面白かったとか えー、ためになったと思っていただければですね、私のモチベーション向上のためにも、えー、いいねボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。さよなら。